ハロー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジャルミハマです。はい、現在2023年の12月25日月曜13時53分ですね。はい、世間一般ではクリスマスですか。うん、そんなもの18年クリぼっちのおっさんには関係なくて、今日は響き UFO の田中飛鳥先輩の誕生日ですね。で、ちょっとまだ名前出していいかとか撮影していいかわからんので、ここで言いませんけども、今年の5月5日にね、関東からわざわざ神戸までパフォーマンス見に来てくれて、いろいろお土産もくれた視聴者のね、若い男の子が、今なんと、昨日からかな、京都に来てて、京都と、UFO の聖地案内2時からお願いしますって、今着きましたって LINE 来ましたね。なんでちょっと撮っていいなら撮っていこうと思いますんでね、また聖地案内しましたっていう動画、うん。頑張っていこうと思います。作っていいならですけどね。では、行ってきます。はい、ということで来ましたけど、すんごい車ですね、これ。すごいね。ちょっと、撮っていいということなんで撮らさせてもらいますね。ではご覧ください。これすごいな、これ。これ初めて買った車やね。そうですよ。すごいね、これ。ここもなかなかこの素晴らしい、これボンネット。宇崎ちゃん推し？そうですよ。いや、素晴らしいね。これすごい。後ろも後ろになってないんで。あ、なっちゃう。オッケー。ありがとう。はい、あと、お土産いただきました。ありがとう。さあ、ということで、宇崎川で今向かってるのは、都道高校ですね。また着いたら映像を撮ります。いい曲かかってるね。さて、それでは、まずね、都道高校向かう前に今、商店街入ってきたんで、はい、これ曲がって、はい、そこに仲良しっていう、居酒屋がございます。そこにこの緑の、よしが見える、よし。そう、このよしのところね。ここの下に、このゴールデンゲートで書いたところの奥に仲良しとありますが、はい、この下に中川夏樹の飛び出し坊やがございます。はい、どうぞご覧ください。はい、あ、サンタ来てるわ。あ、本当だ。サンタ来てますね。可愛い。はい、可愛いでしょ。はい。で、これを右に行きましょう。ちなみに左見たら葵ちゃんの塾あるから。だからここから左を見ると葵ちゃんの塾がございます。もう見えてる。宇治港ってやつの左のビル。ちょっと分かりにくいかな、ここだったら。この赤いポストが左に見えますね。このポストの裏に久美子おります。あれ、あ、おっちゃんがおりますね。おっちゃんが。あ、ちょっとおっちゃんいるけど、久美子、あ、おるでしょ、おるでしょ。久美子ね、ちょっとおっちゃん映すとまずい。あ、おっちゃん、あ、オッケー。はい。で、まっすぐ行こう。さあ、葉月が、この黒猫大和のとこに、見えるかな。とりあえず、こうした、あ、見える。うん、見える。これ大和越えてもらって。うん、あ、もう左見たら、葉月おるから。はい、おった、上りのとこ。ああ、ほんとだ。これ、葉月ね。はい、ほんですぐ、そのバイクの後ろに優子おるし。あ、ほんとだ。これ優子ですね。はい。そして、なぜか、もうちょっと先行ったら、この黄色い提灯のラーメン屋の前になぜか、メイドラゴンのトールが、おらんくなってる。あれ、おらん。トールが。あれ、おらへん。どこ行ったトール。トール消えた。あれ、帰ったかな。親父に連れ返されたかもしれんな。あ、嘘でしょ。あれ今、信号吹かけました。ここ。今ちょっとおばあちゃん座ってますけども、おっちゃんか。これが後藤トリコのベンチね。で宇治橋です。宇治橋ですね。ちょっと今見えへんけど。はい。都道高校行く前にちょっと茶綱寄ります。はい。お安く聖地巡礼するために今ちょっとね、ここ止めて路肩に止めて、今中にパネルをちょっと一人で見に行ってもらってます。多分わかると思うんやけどな。はい。パネル見れたっと。よかった。見れたね。よかった。じゃ、ちょっとここまで来たから、さっき都道高校の前にあそこ行こう。あそこ行きます。はい。どこですか？お楽しみに。はい。引っ張るね。はい。三諸駅からこの美味しい巣っていうこの看板、これを左折ですね。すると伝説の場所に行きますんでね。さあ、むちゃくちゃ綺麗になってるよ、これ。ちなみにこの公園も出てくるしね。はい、じゃあ解説ね。ここの公園。はい。2期1話で飛鳥先輩が一人で花火見てんねん、ここで。あと9話で、このカット、こう見たらわかるかな。9話で久美子が飛鳥先輩の楽器を聴きたいって言ってこういうカットで映ってんねん。おー、はいはい、わかるかな。はい、うん、がこの公園、この公園ね。ちっちゃいね。わかる。何かわかりますよね。ちなみにこの今こうカメラで映してるようなカットが「届けたいメロディー」の一番最初に飛鳥先輩が小学生の時に友達を帰ってる道やねん、ここ。でまあこれがねでしょ。ここはやっぱねみんなテンション上がるのよ。でここってほんまにもうこんなね住宅街の中にあるから、そうどっから来んねんっていうのでまず迷うと思う。そうこれ結構駅から歩いても迷う人多いからね。もいい UFO 民。あ、なんか人座ってるな。どうやろうな。でもたまに出会うから。たまに出会うから。もうだって水管があの橋の下に座って写真撮ってる人絶対 UFO ファンやもん。確かに。そうでそんなんいいひんから。うん。よしってことで一旦切ります。ギターの練習じゃんねおっちゃん。ここね楽器の練習してる人も結構。うん。全くここなんぼ音出そうか聞こえへんから、うん、さあ来ました。だからね、そこに座ってもらわないかんよ。ここに座って、よいしょ、ね、はい、ここにまあ、座っても立ってもいいから、はい、こう見ると、はい、あのカットよ。おお、本当だ。2期オープニングのカットね。テンション上がるな、これは本当に。いいっしょ。いいですね、本当。よかった。はい、なんとね、2期9話のこのカットちょっと見えへんと思うけど、同じ位置に同じ色の猫がいるという奇跡。これめっちゃ奇跡よ。あ、すいません、案内人がテンション上がってます。これやばい。はい、ということで、水管橋でした。はい、今、都道高校向かってますが、一応解説上、はい、これ右折します。菅野整骨院ね。水管橋がいると、この菅野整骨院を右折。するとですね、2期のオープニングで、ほんまに 0.2 秒ぐらいかな、映る。はい、ここが出てきますね。これこの石碑というか、こことこの右にある「農食」っていう字がねポイントになってますね。これ後で見せてあげるわ。これまっすぐ行くと、はい、もうね右にねサファイアの飛び出し坊やが見えます。あ、もうおるいた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 やろ。うん、いたいた、はい、いましたね、はい、いましたね。これですよ、サファイアの飛び出し坊やね。はい、そしてこれをですね、右行きましょう。うん、ちょっと細いけど、うちの親父の家の近くです、これ。マジでうちの親父の家から、マジで近いから。はい、それでこれ左折するとですね、なんと、うちの親父の家があります。誰が興味あんねん。誰が興味あんねん。ほんまに誰が興味あんねん、これ。いやけど、ほんまだから、うちの親父の家から、UFO のコンビニがいかに近いかが、ちょっとこれでわかるかなと。うん。あ、もうほな、普通にもうまっすぐ。はい、うん。はい、はい、親父んちでいつも親父んちから遊びに来た時はこっからこう歩いて、ちょっとコンビニに買い物も行くかあえて、はい、行くと、はい、この交差点ので、これ右折ね、これ右折、はい、はい、これが UFO でいつも出てくるセブン入れ、うん、これです。近いね、うちの親父んちからね。誰が興味あるね。ありがとう。コンビニからこっちに左折、はい、これ左折ですね。はい、これさするとね、もう、ああ、もう見えてまんな。お、メイドラゴンや。はい、もうあの階段わかる？はいはいはい。この階段。ありますね。これ飛鳥先輩が香りに靴紐結ばれた階段のとこ。はい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 、ありましたね。そう、ここですね。ここです。そして今の階段を右に見て、まっすぐ上がっていくとですね、元どこが見えるんですけれども、その前にリズとアイドルの最後の階段が。あれそうだっけな。自分に言うとでそうだっけな。で確かそうのはず。うん。確かそうのはずよ。リズトリの最後のシーンの階段が、あ、そうね。あ、とかで違った、ごめんよ。なんかあれやな、ゲシュタルト崩壊起こしてるわ。そう、まあこの辺が、うん、でまだまっすぐで、はい、まだまっすぐで、ほんで。そう、このテニスコートがあり、ああ、うん、大津だ。ほんで、この、これを左。うん。だから、リズトリの階段は、まだ降りたところやったわ。うん。これ左行ったら、もう。そして、右です。はい、右です。はい、そしたらもうね、2期のオープニングで超絶一瞬だけ映る、これがね、都道高校駐輪場ですね。はい、もうあとは左しか行けないので、うん、もう見えるよ。さあ UFO の巡礼者来てるかな。あ、都道高校生映すとまずいね。はい、はい、ここね、あ、門の前に生徒が溜まっている。うん、このね、見ての通りこのように路駐されてから、だからもうちょっと先まで行ってもらったら。さあ到着しましたね。ここどこかわかる？あ、わかんない。これ1期3話で、香織と遥が夜に座ってて。ああ、今年もこんなになると思わなかったんだけどなーって座ってたベンチが、あのベンチ、うん、ここに座ってる。そして1期の9話で葉月がサファイアにチョップしてるブランコがあれ、うん、チョップでチョップ7発かましてるんやけどね。うん、近いな、ここが。そう、ほんで、あと、なんだ、この風景が暗号編に出てくるね。へぇ、うん、だからここ、で、この道はもうよく出てくる。あ、はいはいはい。うん、ここまず、解説すると2期の6話。はいはい。朝一に、みぞれ先輩と、久美子と、サファイアと、レイナが、こう上がってきてんね、こっちに。の道。まあ、あと、まあ、ちょっと細かいとこまで言うと、あ、もう、ちょっとキリがないから、そんな感じで。ほんなら次、あっち行って、リズ取りの階段見に行きましょう。あ、さっきの校門の前にいた女の子2人がいる。あれ多分 UFO ファンやな。うん、あれ絶対聖地巡礼来てるわ。多分、ちょっと今、川内さんに、あの女子2人絶対聖地巡礼来てる。間違いない。かなどうやろうね。うん。で、この階段が、その、リズ取りの階段ね。一貫切ります。階段ね、案内して、公園来たら、お、これ何しようね、これ。これ誰かにいたずらやろ、これ。いや、でもうまいことやるよな、これ。何してんの、これ。公園を後にします。でこぼこ魔女。あ、で、ここもね、ちょっと一つある。一回ちょっと食べます。ちょっと細かいんで、ここから一回走りますね。はい、これが、この、こうね、このドーム型の、この見えてる、これ。これね。これね、これがさっきのところで、この T 字路を左に曲がってもらって、はい、でここからまた解説していきます。この2期5話のね、この仲良し間の喧嘩シーンですよ。これがね、ここなんですわ。こうしたら家の形が一緒。これです。家の形が一緒ですね。はい、そしてね、こっちに行くと、1期の12話で、久美子がスマホを忘れて取りに帰ってから、玲奈に電話した場所。それがここ。そして、1期14話の駆け出すもなかで、葉月とサファイアが座って、告白なんてするんじゃなかったって言ったのが、ここに座ってんねん。ああ、そうですね。そう。ここでしたよね。そう。おお、後ろの木なくなってる。めっちゃ綺麗になってるやん。マジか、これ。後ろにめっちゃでかい木やって邪魔やってん。うわ、これ綺麗になっとるよ。マジか。まあ、久美子はここに持たれて、まあ、レイナに。ちなみにレイナから着信6件あんねんけど。うん。で、こっからまあ、レイナに電話する。はい。で、これ、これやね、木切られてるわ、これ。これ。なんか、嬉しいな。喜んでいいんかな、これ。景色良くなった。ここほんま木邪魔で何も景色見えへんかったから。最高やね、これ。で、これを降りると、そこに右に公営堂って渋い字が、あそこにみぞれがおる。ああ、後ろ車来てっから、ちょっと一回これ右折入ろう。うん。はい、ここにみぞれが。あ、サンタの格好でおりますね。危なかった。ここを過ぎて、もう三室戸方面行くとこでした。これ、都道早上がり公園ね。暗号編の一番最後に出てくる公園。ここを忘れてた。はい、ということで、行きたいと思います。はい、今ね、ここ階段上がろう思ったら、下の家の、まあ、お父さんって言ったらいいかな。50代後半ぐらいかな。の方が、あ、京アニですかって声かけてきてくれはって、あ、そうですって、一応関東からっていう、さあ言うと思ったけど、で、交流ノート設置したはった方でした。11月にこういうのと設置されたんですけど、そのカットの写真とか、あ、写真あるわ。そうや、写真飾ってあんねや。うん。それを設置された方で、めっちゃ丁寧な人だね。よし、ちょっと今から彼にも、もう名前出して大丈夫？大丈夫ですよ。江戸川コナン君ですね。ちょっと一応顔出しは一応なしということで、はい、ガタイはすごくいいですよ。はい、じゃあ見ていきましょう。行こう。まあリアクションだけを。はい。これちょっとパッと暗号編の公園ってわかる？これ。あ、もうわかりました。全然もう。マジでよかったよかった。これがあんのよ。あ、そう。そう、アマーはね、ここに座ってんね。アマーはここに座ってんね。そう。アマーって。ここに。あれ、交流ノートなくなってるで。あれ、どこ行った？これがその、カット、ちゃんとここに。これが。おお、本当だ。そう、これがちゃんとあるからね。そう、これを設置しちゃった人がさっきの人やね。レアやね。ノートがない。ノートなくなったで。あれなんで？まあええか。はい、まあここはね。やっぱここは逃しちゃうから。そうですね。よかった。完全に忘れた。はい、ということでちょっと早上がり公演終わって、ちょっとそうここはやっぱ外れへんってことで、先に3期のキービジュ黒山湯とねみんなすれ違ってるあそこ行きます。大倉山です。ということでちょっとせっかくなので京アニ本社の前行きました。何のポスター貼ってるかはちょっとね。見ようかなと思います。さて何のポスター、UFO の3期や、3期のポスターや、3期のポスターと右は宇治と紫式部やったかな、今なんかコラボ始まって、そう、おお、これはテンション上がる。 UFO だけやんねえ。でこれが紫式部の今コラボ今年かな始まったやつ。さあということで奥良山郵便局見えてきました。ここの対面が、アンコンのねキービジュなんですけども、アンコンじゃない3期のうん、でちょっと解説しますね、止めてから。はいということでね、前にもちょっと一人で来て解説したんですけども、ここの奥良山郵便局のねもう前のこのポールね、これがキービジュなんですけども、見ての通りこれ車がよう止まるから取れへんのよねうん、前一人で来た時もそうだったんやけど、だし車がどくのを待たんとキービジュのカットは取れないというのがここの難点ですね。うん、でそしてここはねアンコン編でも出てきますからね。そしてアンコンで映ってるこれね、このポールもこの3基のキービジュのこれと一緒で、ここに映るこの電柱が電柱でございますね。だから電柱越しに撮るとこのカットが取れると。誰が興味あんねんあるやろなさあ今はね奥良山を抜けて今いい時間です。ちょっと暗くなり始めた頃に大吉山登ろうかって言ってね、ちょうどいいぐらいの時間ですね。これは今から組子ベンチ方面向かっていきます。はい、はい、あがた通りにやってきました。ここからはね徒歩での案内するんですけども、もし車で来られる方はね、ここのブーブーパークね、ここは800円です。で奥にもありますブーブーパークね、もしくは、そっちのブーブーパークね、ここが800円、それ以外はね上限がないんでお気をつけください。そして、こういう変なところに止めてるやつもいますねどこ止めとんねんこれ。でこちら一騎八鳥のあがた神社のねカット、今いい感じに提灯もついてますね。これね、これですよ。ほな渡ろう、今全く来てないし。はい、やってまいりました。ここですね、ここの森というか、ここが組子ベンチじゃない、マンションがあるとされてる場所。そして地下フィナのこの久美子と秀一がねシーンの直前のこのシーンね、この映ってる白いバンがここの一番奥に止まってるから、結構おるな。そう、これね、この白いバンがバンはもう廃車でずーっとあるから、昔からずーっとある、いつからあんねんちゅうぐらいずっとあるが、そう、このバンねこれもうこれ多分、20年以上あるんじゃないかな多分。もう見てる通り中なんか倉庫みたいなゴミ箱みたいになってるから、はい、さあそしてここが久美子と秀一がキスを仕掛けたこのシーンですな。このシーンね、そう地下フィナのここはまあ汽船茶屋という、一応旅館なんですけれども、自分はなんとこの汽船茶屋のね2階でねパフォーマンスをしたことがございます。街コンに、パフォーマーとして呼ばれましたね。そう、これがここですね。これね、これがこうだから自販機の横ら辺で久美子と秀一はちょめちょめと言い方おっさんやな。そう、そしてここが地下フィナの一番最初にね秀一が久美子に告白した汽船橋ですわ。これが久美子が、秀一に告白された汽船橋ですね。さあそしてちょっと先に観光センター行きます。5時に閉まるんでこれ左です。はい、1回切ります。観光センターですね。ここがちょっと5時で閉まるんですけども、中にパネルがあって交流ノートと、それから武田綾乃先生のねサイン入りのクリアファイルとか、もうアンコン編のねポスターが貼ってますね。ほんまや、さっきも貼ってるわいつの間に、ほんまやね、もうご覧の通りでございますね。今中はこんな感じです。であっちにごめんねでこっちにリゾットとかね、これがありますんでね。はい、交流ノートですね。でちなみにこの、机はほんまに都道高校で使われてたね椅子と机ですね。マップある。ここから奥、こっちにクリアファイルとかがあるんでね、ここにこの辺だからもうレア商品ですね、こんな感じになりますね。さあということでね、組子ベンチの近くでございますね。じゃあちょっとせっかくし反応でも撮らせてもらおうか。あれだろ絶対。見えた見えた、ちょっと隠れてるけどあれだろ絶対見えたね。これねはい、この下からまっすぐ行きます、はい、じゃあちょっとまっすぐ行ってもらいましょう。おタイミング、うん、タイミングがこれはどういうタイミングなんや聖地巡礼あるあるや ね、これはどういうタイミングなのか、うん、あもういいね、可愛すぎくらいですよね、うん、ドッグシグナルやねそしたら行こう、はい、じゃあ、はい、もう見えますね、はい、見えたね、組子ベンチがね、こんなとこにあんのよそう、こんなとこにあんのよ。風情あるよ、まあ、これもいつからあるか自分も覚えてないぐらい前からあるから、うん、はい、では組子ベンチを後にして次こっから降りていきますね。こっから足元気をつけてね、はい、これね、ほんま細かく言うとね、このカットがまず映ってね、2期1話で、へー、うん、あと秀一とその久美子が お互いベンチと秀一があの階段でトロンボを吹いてるカットでもここが映ります、はい、これがね1期12話、私の UFO には余ったはずそしてこれね、まっすぐ行くとあの場所に出るんで一旦切ります、まあ、このカットがね、この階段を越えたら、あ、ちょっともう普通に見えとるな、そう、ここにね、うわっしゃー、うわ、ババだらけやここ、うん、ここね、はい、こちらですね、こちらです。ちなみにこれは行ったら分かりますが、ここに人間2人無理よ行ったら分かるけど、これでまたこれどっから登んねんやから、ここね、上から飛んだか、ここに浴衣でまあ気合でここ登ったからけど、ここめっちゃむずい、ね、でこのね2期13話の結構最初の方の久美子がね、お姉ちゃんにポストを入れる、あ、ポストを入れてね手紙をポストに入れるカット、これがね、まあまあここなんですよね、これね、これここですね、まあしょうがないね。でこれがまあこの1期4話の場所で、これちょっとね一応解説しておきますと、この水面の位置がね今だいぶ低くなりました。この歩道がなかったんですね、下の歩道が。でこれが宇治川の河川掘り下げ工事によってここまで下がったということなんで、今もうほとんどのね宇治川の景色は変わってしまっております。これは興味あるなそしてこれがね宇治神社ですね。これも実はこの鳥居がね2018年の9月4日に台風で倒れまして、うん、ここしばらく鳥居なかったのよ。そう、それ復活したのが2019年の12月に復活だから、鳥居見てる通り綺麗やねめっちゃ綺麗まだ4年とかやから、うん、はい、そしてこれ誰が知ってんねんの2期11話で一瞬だけ出てくる、うん、源氏物語の像ですね。これほんまに一瞬、多分こんなん映ってたっていう人いると思うあ、ほんでまあここですね、まあ有名なね、すげえ口してるわけ、うん、口分けてもないけどね、一応ねこれカラーコンあるのは立ち入り禁止ってわけじゃなくて、ここで立ち止まらないでってことだね、うん、そういうことで、まあなぜかというとこれね普通にその横から階段あって降りれるから、この階段から普通に降りるからね。はい、でちょっともうねいい感じに暗くなってきたんで、宇治神社を通り抜けて大吉山方面行こうと思います。 OK、 ここからはですね1期7話の、ね、雨宿りのシーン。じゃあちょっとこっちを見てもらおう。まずこれそのままあります。これねちゃんと水源道、この字もそのままありますね。これですね。そして、これじゃない、はい、これ見てほしい、そのままやからこれあれこれね、これそのままです。これそして今度はこっちから見た、このうさぎちゃんね、これですわ、うん、で最後にこれが、はい、全体像という形になってます。ここからは久美子と玲奈が、歩いた道で大吉様案内しますけども、もうちょっと細かく言っていくとキリがないんで、もうここから大吉様目指します。行こう、さあいい感じに暗くなってきたんで、今から大吉山行くんですが、これがもうね、この先に見えてきますんでね、この石が、丸い石が、はい、もう見えてきましたね。はい、自転車も止まってますね。ここですよ。これがここですわ。ね、これがここですわ。あ、ごめん。ほんで今ここ来ましたけれども、実を言うとですね、まだもうちょっと明るいんで、先に行っとく場所があります。川東公園行こう。はい、じゃあ行きます。こっからもうすぐなんで行きます。はい、ね、こっちカフェなのね。何見てんだ？鳥の後のシーンがこちらですね。はい、これが川東公園。もうこれがほんま大吉山からバチバチ近いんでね。ってことで今から多分大吉山登ったらちょうどいい暗さになると思う。ってことで行こう。はい。さてそれではいい感じよこの暗さ。はい、大吉山今から登ります。よし、行こう行こう。まあ大吉山の一旦目ですけども、ちょっとだけここね、地元民として自慢させてもらいます。はい、反対を見るとですね、はい、これがあるんですね。平成4年度都道小学校卒業記念樹、はい、6年3組私のクラスです。うん、平成4年度の、6年3組は私のクラスです。ただここに植えた覚え全くない。植えたっけって感じないけど、でも多分植えてるんやろうね、この多分後ろに。多分、うん、はい、6年さん、これガチで自分のクラスなんで。分からへんな。はい、まあただ単にこれ自慢したかっただけ。ってことで行きましょう。ね、もう暗いな。もう暗いし。ね、やばいね、これ帰りやばいよ。暗。このね、久美子と玲奈がこの UFO を持ち帰った場所わかる？はい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 。これ玲奈の手前に石が見えるのわかるかな？ありますね、はい、石。あれがね、もう暗いな。あれか。そう、この石なんやけど、これ何かっていうとね、ショートカットの階段。そう、だからこれを、暗マジで。そうね、もうね、まだギリ見えるね。うん、この階段を登っていくとショートカットになるね。だから2人はショートカットしてってる。ってことで、じゃあこれを登っていきましょう。結構ショートカット。結構ショートカット。ただしんどい。しんどいし、UFO 持ちながら、そうよ、キモいぞ。UFO4 キロあるからね。体力を爆睡だろうし。でしかもここに謎のベンチあるから、一応ここ休憩所なんよ。これね、誰が座んねんこれ。うん、分からないと思う。はい、ね、このターンもう暗いわ。はい、この木もね、そのままありますから、じゃあちょっと見てもらいましょう。江戸川君に。はい、はい、ここから見たらわかります。ほら、この木ね。ああ、本当だ。ね、もう暗いから何。携帯だ、何もわからん、これ。一応これね、木そのまま映ってますんでね。ちょっと明るさ上げてみよう、これ、明るさ上げたらどうやろう。どうや。明るさが上がらん。写真と、はい、写真やったらバッチリですわ。ですわ。失礼。さあ、最後のターンです。くっそ暗い。ね。で、要はこのね。これが多分ちょうどいい感じに見えると思う、これ。ああ、確かに。これが。ちょうど。ね。いいかもしれない。多分ちょうどいいや、これ。これもね。はい、もう、ここまで来ると、意識の方が脳内再生されますね。うん。はい、これが多分ちょうどいい感じに見えると思うから、じゃあちょっと、あ、結構人多いわ。人多いわ。あ、めっちゃいるな。めっちゃいるぞ。多分 UFO ファンかな。じゃあちょっとどうまずは感想はここに来て、もう今暗くて全く映ってないから。ね、ああ人多い。これですよ。あ、ほんまに多いな。はい。これが大吉山です。いいですね。いいでしょ。夜景もちょうどいいし。ね、あ、ほんまにちょうどいいな。ちょっと撮りに行こうかな。ね。いやー、やっぱね、江戸川からここに来るとね、叫びたくなるね。2期11話の玲奈のようにね、うわーで叫んだら通報されるからね、きっと。下には住民がいるから、やっぱね、これほんまちょうどいい、この夕焼けが、ね、もうほんま狙い、これは狙い通りよ。ちょうどよかった。じゃあここでね、じゃあ江戸川コナン君の推しを誰か聞いておこうか。はい、誰ですか？めっちゃ悩んでるよめっちゃ悩んでる。そうがゆりこ、そうがゆりこ、誰がわかんねんフルートパートのそうがゆりこ誰がわかんねんね。フルートピッコロパートのね。そして、楽譜係ですいいとこつくな誰がわかんねん。さあどんな、まあもうちょっとね景色楽しんだらおりますはい、はい、もうね今5時半やけどもう暗って何も見えんこれまだギリいけるかなっていう感じやねこれあ、これちょっとやばいな、ライトつけた方がいいねこれね。ということで、おりますさて、5時50分になりましたね。今京阪宇治駅まで戻ってきまして、多分まだあると思うんやけど組例のパネルをねちょっと江戸川コルムに見せておきたいなと思ってね。あ、ちなみに推しは曽我より子です、はい、ほんまに誰やねんっていう人が多いと思ううん、誰だなくなってる。これちょっとショックなんやけど、これだって1期の5話で久美子と玲奈上がってきてるエスカレーターよなくなってるやん。 なぜいやずっと動いてなかったやん。マジかこれびっくりやなあたい。このシーンがこうなった、なんやねんこれなあこれショックやってなぜさあパネルはあるみたいですね。うん、あ、はい、パネルです。このシーンを解説したいと思いますね。この、これ1期12話の久美子が走り出すシーンがね、この辺から見たらかな、このバス停のこの辺から見たらいい感じになりますから、こういう感じかな。こういう。全く同じこのマンションの形までほんまに綺麗にね再現されてます。はい、ということで次は三の間に行きます。三の間、久美子が何見てんだ鳥って近くなで言ったとこと2期の、13話春先エピローグで飛鳥先輩がね恋に部活にそれが青春だ言うたとこですね。はい、はい、三の間に到着ですね。なんとなくわかるこれ、なんとなく、はい、なんとなくね近くでね久美子が鳥って言ったとこと、はいうんで、先言った飛鳥先輩のねシーンですね。ちょっとじゃあ見てみましょう。暗いな、ほんまに暗いこれあ、暗っこれがここですよ、ね、これがここですよ、ね、これがここです、ね、ああ、葵ちゃんが傘差しとるなあ。見えるかもしれない俺なあ絶対見えへんけどいや、おるかおるか。ほんで、このすぐ横に後藤莉子ベンチがある。ちょっともうすぐスクショ出せへんからあれやけど、これが後藤莉子ベンチね。だいたいカット的にはこの辺かなうん、この辺ね。後藤くんどうかな、かわいい、ありがとうってとこね。似てへんわほんでこのね後藤莉子ベンチから、はい、そこにこのね鳥居があるわけですわ。いいですね。よし、でこっからもう菊さん、あ、じゃない、その前に表参道行きます。地下フィナで久美子とね週一が走った表参道。はい、もう今表参道の店も全部閉まってますからねこの時間は。あ、ここここの旅館でもショーしたことが2回ありますうんマジでありがとう。わあ、もう一っ子一人いいねそらそうや、異世界いた、異世界やね。あ、ほんまに一人もいいわ。異世界の片道結構なかった。あ、一っ子3人いるわ。4人ぐらいかなそれは言葉として成り立っているのそうやねここが平等院の入り口なんですが、この入り口らへんからこっちを見るとこの久美子と修一が走ったこの景色になると。ちゃんと防火水槽の赤いのがね分かりづらいと思うけど、そうあるんですわここに。でもなんか普通になんか、街並みとしていいですよね。いいでしょ、風情がある。そしてこれほんま誰がわかんねんを1箇所だけ、紹介しておきます。ちょっと一回じゃあ今ここなんですけども、マジでこれマニアック中のマニアック、キングオブ誰が興味あんねんな場所行きます。はい、これをね左に行くんですね。はい、ちょっと今車大丈夫かこれ。これ左に行くんですねこれね。はい、左に行きます。この辺はね蓮華という地域でですね、僕の母校都道小学校の校区でもありますんでね。山ちゃん元気かな言うてますけども、はい、山ちゃんの家の近くですねこれ。山ちゃんは確かもう10年ぐらい会ってないかな。山ちゃん見てたらコメントちょうだい言うてますけどね、はい、これね、はい、ここのこのこれ、はい、これね江戸川君、これだけ見てどのシーンか分かるかって分かったら、もし分かったらもう超絶マニアよ。これ、うん、これだけ見てもし分かれば超絶マニア。全く開目検討、こんな感じで映ってるね。こんな感じで映ってます、はい、これどこかって言ったらね、2期8話の、はい、一番最初に久美子が、はい、投稿してくるシーンの鉄柵、これ誰がわかんねん、これね。以上ですということで、今もう時間6時19分なんだね急に天になってもらった急に天になったわ。なのでちょっと今からね、お肉ダイニングキックさん、UFO ファンが集まるお店ですね。もう徒歩ですぐなんで行きましょう、ね、はい、キックさん到着ですね。もうのぞみがおりますよ。のぞみがもう、まあもちろんここもうほんま近いんでね、はい、ここにのぞみがいますね。新メニュー牛すじ煮込みカレー頼んでみました。うまそう。はい、ただいまキックさんで、もうめちゃめちゃのんびり、もう2時間ぐらいいてますね今ね。もうこの時間ですけどもね、もう江戸川コナン君と UFO トークを楽しかった。はい。いや結構マニアックなところとか説明してたんで、もしかしたらほんの少しうんざりわかる、これうんざりほんの少しうんざり彼女をお借りします一期最終回の七海真美のセリフですね、これは、うん、なんとなくわかる、なんとなく、うん、まああんまりとネタバレになるんですけどね、うん、なのでまあとりあえずここでエンディングを撮ろうと思います。まあ今日どうやった？一日っていうか、まあまあ結局まだ3、4時間かな、4時間ぐらいね。今日はどうやった？いや全然ね、楽しかったんですけどね。よかった。なんとね、明日も負けます。明日はね、車がないと絶対に行けないアクトパル宇治に行く予定なんですね。ただし明日なんと我が家に水道屋さんが1時から3時の間に来るんで、その間出られへんっていうえらいこっちゃです。でもアクトパラ一発だけやったらね、まあとりあえずは、はい、うん、でもしかしたらあさってもちょっとまだ決めてませんけども、案内するかもしれません。もうね今秋アニメが続々と終わってるんで全然時間があるもんで、うん、まあとりあえず初日やね、そうですね、ね、うん、ここで終わりたいと思います。今日はご苦労様。いいえ、はい、ということで、よかったらチャンネル登録、高評価、応援コメントなどなどよろしくお願いします。お願いします。ありがとう。はい、はい、以上アニメリアクションのことマジで話でした。それでは、はい、追加パートです。今からとりあえず我が家向かうんですけれども、こちらですね、あ、来てるね、はい、今から本町通りを通ってねあえて行くんですけども、はい、この道がですね、はい、はい、この白い建物2期6話で映ってますね。元テーラー松原、うちの兄貴の同級生の家ですねもともとファミコンショップでしたうん、ファミコンショップでも小学生の時、はい、そしてですね、これね、あ、今後ろ来てないね、ちょっとねここのね家ね、これね、はい、はい、これね、はい、これね、これはい、これ、はい、これ覚えておいてくださいね、これね、はい、この家ね、はい、はい、何もセリフ出てこんかったわまあ今のね2期6話で両方とも出てきてます、滝先生が走ってる道で、今この進行方向しか走れへんなんですけども、作中は滝先生逆走してるからね、うん、はい、でちなみにここうちのおかんの元職場で、ここもちなみに、1期8話で映ってます、うん、はい、じゃあこのまままだまだまっすぐ行きましょう。はい、早送り、ここから切って早送りしよう。ちなみにここ、自分が中学生の時の通学路です。へえ、はい、ここ岡田さんね、ここで髪切ってました岡田さん、もう多分今もうかなり年いってはるんで、うん、だって自分が小学生の時でも40代とか、あら、うん、もう今何歳だよ。いや多分80いってるかもしれない。うん、でここはチャカンジュ亭ね、 UFO のファンが来たら泊まる、はい、チャカンジュ亭ですね、ここはね、はい、そして、はい、もうすぐ行くと、僕はですね、あがた祭りの時に手品をやらせてもらってる、命を守る、親の会、京都命のミュージアムございます、はい、それがこれですね、命のミュージアム、これですね、ここで手品やります、はい、ナイス止まれですね。はい、そして最後はね、仕上げに、はい、ここの交差点が2期1話の、真夏のファンファーレの花火大会の時に映っている交差点ですね。はい、以上追加パートでした。OK。